はい、こんにちは、白木です。今日はほら最後の絞りで本当にもうあと少しでもろみがゼロになります。お疲れ様でした。旦那さんです。はい、当時です。おーい、じゃあ絞ってる部屋に行ってみましょうね。こうやってホースをつないでタンクから絞ってるんですよ。はい、ここの部屋に行くとあそこにあるのが絞り器です。絞り器を伝わってあの中に酒粕が入って、こっからお酒が出てくるんですよ。はい、美味しそうなお酒がいっぱい絞れました。酒造り無事終わってよかったです。日本酒って楽しいね。新酒大好評発売中なのでホームページチェックしてね。お願いします。